思い出してもプルプルしてしまいますわ。ノブルさんの宝石を大衆の面前でガラス玉なんて言われて。ママ。ノブルさんもさぞ恥ずかしかったでしょうね。ごめんなさい。いえ、僕が紳士になればたとえ偽物でもその価値が上がります。偽物すらダイヤモンドのように光り輝かせる。それが真の紳士というものでは。はあ、ノボルさん、ああノボルさん、ノボルさん、いつの間にかあなたの心はダイヤモンド級に。よい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 よ、ママ宝石級の涙がポロポロしてます。今すぐあなたに本物のダイヤ、プラチナ、サファイアなどをつけてあげたい。でもできないのです。お金がないわけではないの、別の問題があるんです。決してお金の問題ではないのです。どんな問題なのでしょう。すべてはマイカの里のせいなのです。宝石の原石の多くはマイカ山に埋まっています。ですがマイカ絡みのテロの問題などもあり、山へのルートが断たれていて。そんな深刻な問題が。いつか、ああいつか、ノボルさんの心に生まれたダイヤモンドがマイカの不正義を照らしてくれると信じていますよ。ママやります。僕の心の宝石でミカグラの未来を照らします。あれ、ジュエルがプルプルしてる。あ、あなたは。てめえらの芝居は不思議と眠くならねえ。アホ臭すぎてな。ま、この前のガサツな男、何の用です。まさかママの宝石を狙って。ちげえわ、たまたま見かけたんで忠告してやりに来たんだよ。偽物だからってその石ころどもあんま見せびらかすんじゃねえ。本物の悪党にかかればてめえら謎秒で身ぐるみ剥がれてあの世だ。ママみんなすごくプルプルしてます。ノボルさん大丈夫です。これもダイヤモンド級の紳士になるための試練。あ、はい、僕本物の悪党が来たって追い返せるくらい強い紳士になります。ああノボルさん、ノボルさん、変なとこで根性あんな。ああ綺麗なやつが。親父、おふくろ、イアンは死んだよ。僕が倒したんじゃないけど、少しは喜んでくれるかな。おい、何をするんだ、グレン。それはこっちのセリフだ、クソ兄貴。何勝手に報告してやがる。やめろ、親父たちの前だぞ。うるせえ、てめえはいつもそうだ。勝手に兄貴面してやがって、勝手に何でもやりやがって、勝手に俺の代わりに謝りやがって、勝手にイアンと怠慢張りやがって。バカじゃねえのか、クソ兄貴。勝手なことすんなよ。
が。クレン。クソ。兄貴。悪かった。グレン。もう勝手なことはしないよ。だから、一緒に祈ろう。親父たちに、僕たち。まあまあ頑張っただろって。これからは、兄弟手を取り合って進むって。正直がいいこと言いやがって。なんて？言った！ごめんな、グレン。結局、僕はお前の気持ちに気づいてやれなかった。もう少し早く殴り合いすりゃよかったの。いや、殴り合ってはないけどな。でも、子供の時はよく兄弟喧嘩してたっけ。で、親父にこっぴどく叱られた。ともかくだ、グレン。何か詫びをさせてくれ。だったら乗せろよ。ほら、そんなんだ、兄貴の緑のやつに。お前実はヘリに乗りたかったのか。可愛いとかあるな。違うし、兄貴がまた勝手に飛び回らねえよう監視するだけだし。わかったわかった。あれ、出かけるのか、チェズレ。ええ、公安本部へ昨日の講義の続きをしに。ああ、それ一日限定じゃなかったのか。お疲れ様。恐れ入ります、ボス。では失礼。チェズレイというのはお前だな。どちら様でしょう。お前、メイジャオの色らしいじゃねえか。本人から聞いたぜ。メイジャオ。おお。また来てくれたのね、チェズレイさん。嬉しいわ。命を懸けたギャンブルをした甲斐があったわね。ショーマン風情が俺の女に手を出して生きていられると思うなよ。このオフィスごと焼き払ってやる。お仲間全員巻き添えだ。何がおかしい。いえ、厚かましい女だなと。お一人ですか。まあ素敵な偶然ね、チェズレーさん。それとも私に会いに来てくれたのかしら。ええ、メイジョーが送り込んできたゲスはお望み通り沈めましたので、そのご報告に。何のお話かしら。あなた相手にシラを切り通せるわけがないわね。死んだの、あの人。いいえ、
二度と日の光は拝めないでしょうがね。十分だわ。ありがとう、チェズレーさん。どういたしまして。と言いたいところですが、あなたならお分かりでしょう。他人を操るタイプの人間というのはね、自分が利用されることには我慢がならない。なら私も沈める。そうしていたところです。あなたが双子の妹をかばっていなければ。妹子は以前からよくメイジョーの名を語っているようですね。今回もあなたの名でゲスを転がし、けれどもそのゲスから暴力を振るわれ始め、身の危険を感じた彼女は私のもとへゲスを差し向けることで事態の解決を図った。あなた妹子に私のことを何と説明していたんです？掃除屋だとでも？ああ、していないわよ、説明なんて。だけどあの子すぐ嗅ぎつけるの。私が好きなものも、それを好きな理由も。なるほど。腹が立たないのですか？こんな風に利用されて。立つわ、当然。後で死ぬほど灸を据えてやるから。だからあなたには悪いけど、それで勘弁してやって。締め上げたくなるほど憎らしい妹でも、他人に傷つけられるところは見たくないのよ。わかる気がしますよ。代わりにあなたの怒りは私にぶつけてくれていいわ。今夜償わせて。それは償いになるんですかね。あなたがどう捉えるかによるわね。レディーに恥をかかせるタイプには見えないけど。厚かましい女だ。後悔しますよ。構わないわ。今夜はあなたの手で沈められたい気分だから。四季、まだ作業してるのか？もう休もう。聞いてくれ、実は僕差し入れを持ってきたんだ。その名もポロポロ団子。ポロポロ団子。そう、あまりの甘さに涙がポロポロこぼれるばかりか、歯までポロポロ抜け落ちると言われる名物団子だ。頭の休養には糖分が一番だから。いらない。そうか、美味しいんだけどなこれ。あ、その仕事中は食べないことにしてて。わかった。じゃあリビングに置いておくから、後で食べてみてくれ。思い出話聞かせろや。アーロン、筋肉野郎ってもしかして。イアンの野郎のことに決まってんだろ。ごめん、仕事中だから。一瞬でもいい、手止めて話せ。はい。イアンと僕が。それで僕がイアンと出会ったのは
まだ出会いのとこかよ。おかげで俺が寝ちまった。クソが。ちった気分転換になったか。じゃあな。やってる？ねえ、やってる？やってない。僕、飲める年じゃないし。へえ、お前さん、いくつなんだい？19だけど。だあ、惜しい！でも、あと1年だね。そしたらおじさんと飲めるね。一緒だね。仲良しだね。今のお前さんの心をズバリ読もうか。渋すぎる人生の先輩と早く杯を交わした。帰って。はい。そしたらここにおつまみだけ置いとくよ。小腹が空いたらつまんでな。ハッカー殿、よろしいですか？その声は、チェズレイ。ご安心を。邪魔をする気はありません。作業が進むよう、集中力を高めて差し上げようと思いましてね。本当？ええ。あなたはただ、扉越しに私の話を聞いていればいい。雪を思い出してください。一面の雪の原を。ほら、ディスプレイの光と真っ白な景色が少しずつ透過していく。そしてまぶたがだんだん重くなり。もしかして僕寝て。大変だ。作業を進めないと。もうイヤホンつける。誰も来ないで。おやおや、それは残念。チェズレ、どうだった？10分ほど仮眠を。ですが、これ以上休む気はないようです。何、生き急いでんだか。罪の意識ゆえですかね、木馬さん。どうだろうね。あれ、式神ロボット？ルーク、あのお団子、カルト的な人気ってネットに出てた。わざわざ並んでくれたんだね。アーロン、エアンのこと今度ゆっくり話したい。いろいろあったから、木馬さん、今は無理だけど、いつかあなたとお酒を飲めたらいいと思う。チェズレイ、少し寝て頭がすっきりしたよ。催眠術ってすごいんだね。それじゃ。待てや。おっさん、そこのペンドギーに渡せ。え？なるほど。このロボットこそ誰より適任の使者ですからね。はいよ、ルーク。大丈夫。これ水星だからすぐ落とせるよ。はい。じゃあみんなを代表して。
ついについにアッカルトの単独インタビューにこぎつけたぞ。いや俺も緊張しっぱなしっすよ。お腹痛い。おい頼むぞ、アポを取り続けてようやくここまでこぎつけたんだから。ミカグラ TV のトレア様ですね。そちらの応接スペースでお待ちください。もともとアッカルドは取材に積極的だった。忙しい人だが可能な限り対応してくれた。それが奥さんを亡くした翌年から全く取材を受けなくなった。どの社の取材もだ。最初は奥さんの死のショックからだと思っていたが、どうも違う事情がありそうだ。今日はそこをつければ万々歳だな。社長、取材の方がお見えです。あちらです。おう、ありがとう。お久しぶりです、アッカルド社長。今日はお時間いただきありがとうございます。ミカグラ TV のトレアさんでしたね。覚えていますよ。なかなか感応鋭かった方だ。お褒めに預かり光栄です。あれから数年経って感もすっかり錆びついちゃいましたが。そうですか。さあお座りください。それで今日はどのようなご用件です。すまないが時間があまりないので手短にお願いしたい。ならば早速お話を。カメラも回しますがご了承ください。ええ、どうぞ。はい、カメラ回りました。私どもが聞きたいことはただ一つ、あなたの空白の6年間についてです。空白？このデータをご覧ください。8年前、あなたはメディアに積極的に顔を出していた。取材件数も年50はくだらない。はい。こちらはあなたの奥様泉さんが亡くなってから6年間のデータです。この間あなたはほとんど表に出ていない。理由は今あなたがおっしゃった通りです。妻が亡くなってから私は体調も気分も優れず取材をほとんど断ってきました。これはエース本社に入るあなたを調べたデータですね。あなたは6年前から今年までほぼ毎日出社しています。しかもフルタイムだ。今年に至っては休日も関係なしです。こんなことまで調べていたのか。私はね、アッカルトさん、あなたが何か巨大なプロジェクトを推進しているのではと睨んでいるんですよ。しかも何らかの理由で隠さなければならないような謎多きプロジェクトを。政治絡みですか。私はもう一線から身を引いています。今は何も作っていないし何も生み出していない。あくまでも白を切る気ですか。ではこれを見ていただきましょう。これは6年前、奥様が亡くなられた直後、あなたは国に対して大規模工事の許可を申請していますよね。しかも相当な金額が動いている。一体この島に何を作ろうとしているんです。答えられません。どうしてもですか。はい、申し訳ありません。しかし言っておきましょう、トリアさん、その許可証は本来表に出てはいけないものだ。私は今からでもあなたとミカグラ TV を訴えることができます。そんなことは望まないでしょう。トレアさん。わかりました。私たちもあなたに喧嘩を売る気はありません。ではもう時間です。取材はここまでで。カメラを止めろ。はい。トリアさん、
数年ぶりの取材で何もなしというのもあなたに対して不誠実だ。少しだけヒントをお教えします。ヒント？ぜひ。私はあなたの読み通り6年かけてあるものを作ろうとしています。それは妻との夢です。夢は壊れやすい。だから叶うまで人には言えないのです。奥様との夢。勘のいいあなたならこれだけで何かわかるかもしれません。それでは。結局わかったんですか、さっきの夢ってやつ。わからん。何分抽象的すぎてな。しかも肝心の奥さんも死んじまってる。でもマムシのトレアですからね。きっと今回も特ダネにしちゃうんでしょ。なあ、だがなんだ、この件はそっとしておいた方がいいような気がする。え、なんでです？アッカルドが怖くなったんですか？それとも。いや、ただの勘だよ、一流記者の。なんすかそれ。夢と語ったアッカルドの目が心なしか潤んでたんだ。俺たち記者は時に意図せず人の人生を狂わすこともあるが、人の夢まで壊す資格はない。そう思ったのさ。